そうなんですけど、ラバさんで検証したいなと思って。そっちか。睡眠欲とか性欲とか食欲って三大欲求あるじゃん。それで一番強いのは睡眠欲ちゃうかなって思って。パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい。あやめさんじゃ、個人タクシーの運転手ほぼ確で態度悪い。よろしくお願いします。ごめんません。だいたい口喧嘩になるとき個人タクシーじゃないですか。そんなことないですか。喧嘩じゃないですよ。品川から帰るときのタクシーで。そんなことないですよ、皆さん。ということで、よろしくお願いします。はい、自己紹介だけごめんなさい、一応。あ、僕ですか。はい。あ、いいですか。お前、誰にでも知らないと思う。今のはキュービーさん、どう思います？僕自己紹介言いますけど、態度。わかんない。個人タクシーの方、個人タクシーの方。キュービーさん、個人タクシー仕事。すいません、イーサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キュービーさん、一応、お願いします。キュービーでーす。かわいい。俺はもう一番好きな人、俺は言ってるでしょ、インスタグラムでもキャバ嬢でも一番がいい誰やって、清美さんって俺言ってるよな。そんなに簡単にやると思わねえください。今日は特別に来ていただいてるんで。今回インスタンプレゼンなんですよ。そうそうそう。僕は清美さんが来てることでびっくりしてて何か分かってないです、今のところ。嬉しいでしょ。嬉しいっす。やるなって。だからなかなか来てくれないんで。今日も俺の手数すごい。カメラ回ってへんときの。パッキャーぐらい手数あるよ、清美さんとしゃべってるよ。普段めっちゃおとなしいからな、それで言うと。だから今日なんですけど、ラマさんで検証したいなと思って。そっちか。普通の人だとできないんですよ。ドッキリじゃない今日は。ドッキリじゃないです、全然。だから検証したいんですけど、その人できないんで、ラファさんにちょっとやりたいのが、はい、睡眠欲とか性欲とか食欲って三大欲求あるじゃないですか。はい。それで一番強いのは、結局睡眠欲ちゃうかなって思って。おー。はいはいはい。なるほどなるほど。そうそうそう。で、ラファさんにはちょっと48時間ぐらい、ちょっと寝ずにいてもらいたいんですよ。アホ？いやいやいや、いけるやん。アホ？いけるでしょ。48時間寝ずに行って。48時間ぐらい寝ずに行って、はいはいはい、で、ご飯もまあ食べずに、まあ飲み物 OK です。48時間 ?48 時間。え、今から今、言うて朝の10時やろ。そう、一応朝の10時です。はい、え、今からはい、今から。え、で、それどうするんですか結果、清美さんどういう関係あるんですか。で、清美さんは、だからラファさんがもう好きな人じゃないですか。うん、そうですよ。で、48時間後に、すいません、また来ていただいて、まあ、性欲っていうところで清美さんで、わかるでしょ、もう全部言わさないでください。え、どういうことですか、それ。だから、ちょっと壁直し、清美に壁直し、清美に壁直しますよ、大丈夫。この価格大丈夫ですか。え、どういうことですか、それ。え、どういうことですか。だから、ちょっと赤くんテンション上がる、ちょっと待って、どういうことですか。だから48時間は寝ないっていう禁欲でしょ、はい、睡眠欲、禁欲が、はい、で、食べないっていう食欲じゃないですか、はいはい、で、48時間、性欲ってとこで最後にちょっと清水さんに来ていただいて、ほう、48時間後に、はい、もう寝てない、パキパキなってる、パキパキ、お腹も減ってる、減ってる、でその状態でで、プラス清水さんにちょっとね、今回は協力していただきまして。え、清水マジ清水マジそれマジマジ。48時間後にその選択肢があって、そうそうそう、この限界の状態で、はい、本来なら睡眠行くんじゃないかって検証やけど、検証ですけど、こっち行ったらこっちも選べるっていうことですか。そうです。だからもうそこはもう48時間後ほんまにその欲望のまま行ってほしいんですよ。それ逆にあれじゃん、キヨミが照れ隠しで企画の中で OK 出そうとしてんじゃん。いやいや、ほんともですよ。今滑ったな。キヨミが理解してへん感じがした今。そんな気がした。はい、もうだからキヨミさんにはご説明させていただいて。え、キヨミさん、じゃあ僕がキヨミさん選んだらとんでもないことになっちゃいますよ。それ48時間後。そうですね。ほんまに大丈夫なんですかそれ。全然選ぶで。だからもう自由にしてください。ワンチャンもオクラでもいいかんと思ってるんですよ。え、選んだらオクラやもんな。もう選んだらオクラです。だから48時間です。24時間やったらラファさん結構いけるでしょ、多分。それは普通に寝ないことありますから。はい、寝ないことあるじゃないですか。でも48時間きついでしょ。メンヘラなんで、不眠症なんで。普通に寝ないですから。そうそう、だから48時間なんで。はい。で、ちょっと待って、ちょっと待って、キヨミ、くどい、ごめん、くどいって、かもしれないけど、じゃあ、強く選びました。それで、キヨミさんと、じゃあ、はい、今からっていうふうに、まず説明してるんで。ガチっすか。はい、OK いただいてるんで。うん。マジですか、キヨミさん。うわ、めっちゃ嬉しいねんけど。相変わらずどんな歌喋られた。あい、え、それ、ほんまのほんまに、キヨミさん。ほんまのほんま。本当。はい、ありがとうございます。うわぁ、なんか心開いてもらったってことさ、どうかね、動いてない。ギャラすごいんじゃん、キヨミさん。まあまあ、そこはまあ言えないですけど。ギャラすごいんじゃん。そこはもう言えないです。全然あり。全然ありでしょ、ギャラ、はい、それでも。あ、そうですか。それは面白い。そうです。経費の使い方もこういうことかなと思ったんで。そういうこと。はい。そういうことだよ。そういうことですよね。そういうこと。わかってます。全然いいんですよ。でも、難しいですよ。48時間寝ないんですよ。ラマさん、しかも食欲も強いじゃないですか。食欲もめちゃくちゃ強いです、はい、僕は。だから、それを全部、だから、禁欲してもらって、48時間後にまた来ていただいてってことです。2日後、清水さんにまた会えるってだけでかなりテンション高いから。はい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 。それだけで高い。うわそれじゃあ、それやりますか。もうだからもう今、国語の企画が始まってるわけです、ね。そうですね、もう始まってます。もう今、何や、10時30分ぐらいですか、今。エル君もうんうんって言ってます。普段、うんうんって言うし、笑い声担当やって言ってんのに、言ってんのに黙っちゃうんですよね。ずーっと言い
ヶ月かずっと言ってますけど、黙っちゃうんですよね、エル君。オッケー、じゃあもうあれか、ここはもうほんまに検証やから。そうですね、まあ、だからもう10時始まってるんで。ですね、はい、スポーツマンシップに乗っとってじゃないんですけど、まあ、ここは試合開始ということで、ね、試合開始です。まあ、ここは一応握手だけ。はい。あ、どうぞ、もう始まってます。握手ぐらいさせるよ、お前。握手ぐらいさせるよ、お前。お前の女か。こんなに可愛い可愛いで応援する相手相手。こんなに可愛い大事です。育てられてな。こんなに可愛くなったやな。仕事も頑張って、韓国上の看板で頑張ってきてな。ほんで俺と握手もできるのかいな。そんなことある。親悲しんでるじゃん。クレーム入るわ、そんなもん。じゃあ、いいですか、まあ、始めますか。はい、始めましょう。じゃあ、次きりですね、48時間。この2人は。もちろん。あ、僕ら交代ずつです。交代です。うわ、OK。やろう。お願いします、お願いします。はい、ということでね、始まりましたけど、48時間。はい、見ていきましょう。じゃお前ら、俺ここ一人で大丈夫で、やれるで。こんな数やろ。これ見て。この数、この凄ない。これ凄ない。待遇が。これ凄ない。どんてんくん。この並び方に愛があるな。ほんま。この飲み物も置いてくれてる。凄ない。48時間ね、今から僕はもう寝ずに、食べずに、はい、女性との関係持たずに行くと。はい、で、48時間後。その3つを与えられた時にどれを選ぶのかっていう究極の選択ですよ。性欲、食欲、肩上がりすぎじゃないですか、肩、ああ、ビートたけし、性欲、食欲、何でしたっけ、睡眠欲、この欲の中で一番強いのは睡眠欲説、これやっていきますから、はい、一旦お前ら帰っていいよ、まずは。はい、いや、寝たらいいよ、あ、そちょっと気に入ったこいつアホやぞ、はいっつったぞ、すぐそこ寝るぞ、俺、帰ったら信用してしまうから、信用あかんね、信頼関係すごいからな、ここは。お前は、お前はアンチやけど。いいですか、じゃあサイン書いてきますか。本来なんかちょっとサングラスも買いたいんですよね。ちょっと、サングラス越しにジャンクみたいに寝るじゃないですか。お前それもう拷問やぞ、お前やってるのそれ。大体さ、48時間ずっと回してんねやぞ。長ないか、まず一幕目尺。まあ、書いていきましょうよ。ということで、今度サイン会でね、27日サインあるんですけど、今日はちょっとドン・キホーテさんに配る別室で、今からこの100個分とりあえずサインするということで。ありますので、ちょっとサインしていきます。はい、はい、こっちですね、こっちですね、いらないわ。エル君の一日密着ってことですね。俺やろ。腹減った。パンケーキ食べたい。パンケーキ食べたい。もう若干古いですけどね。腹減ったよ。眠さはないっすか。何眠さ。レミさん。もう症状出てるじゃん。症状出たちゅう。レミさん、キヨミンの方が好き。完全に完全に。ええー、だから。ああ。腹っすか。やっぱ眠さはないっすか。眠さは言うてまださ大丈夫ですけど、まあすね、全然。腹ですよね。まあ腹そうっすね。腹減ってきてる。まあそういう企画なんで。そうやね、これでこのまた折り返しもまだ来てないでしょ。それってどうなのっていう。まあまあまあなんか。ガムとか噛みます？え？噛んでんの？いや、ガムはいいっすよ。え、ダメじゃないですか？いや、ガムはいいでしょ。吐き出してもらうんで。飲み込んだらその時点で。ガムダメっす。いいんすか？糖分取って。まあまあいいっすよ、ガムは。ガムじゃ買いに行く。ガム1000個買いに行こう。ガム1000個行くんすか？ガムちょっともう腹減ったー、マジで。パンケーキ食べたい。パンケーキ。よかった、サブチャンネル。はい。全然まだ楽勝やで、言うて。まだ全然いけっす。どっちかというと腹がめっちゃ減ったな。あー。そんな中、こちら。お寿司ジェンガ。ちょっとどついていい。そんな中、やってくるところにどついていい。腹減ってる時に、これはひどい。あ、寿司ジェンガで。ここでも攻めてくるやん、俺に。もうきついって。やりますか。はい、やりましょう。腹減ったら、眠たさは全然やね、俺。あー。でも逆に飯入れたら多分眠なりますもんね。それで言うとそうか、はい、2日寝えへんことなかなかないで、でも、まあまあまあ、昔はちょっとあったけど、それももうパッキパキなんもパッキパキパッキパキなんもほんまにノリピーみたいになるわ。ノリピーみたいになるわ。逃げなあかんわーって子供連れて逃げなあかんわ。なんかだんだん娘連れてノリピーみたいに娘連れて逃げなあかんわ。もう冷めてるよ、サブちゃん。いいですか。そんなはしゃぎやったら後々しんどいっす。はい、すごいね。はい、もう走っちゃってます。いやね、じゃあサメちゃん撮ります。行きますか。はい、はい、ふぅ、腹減ったな。お前らだけやな、ヒルクってな。腹減ったな。もうキヨミと会われへんかな。なんすか。キヨミともう会われへんかな、逆に。会われへん。もう会うことできへんかな。なんで、会えますよ。来てくれますから。腹減ったな。誰。
ネムさんは全くないんですか。そう、ネムさん全然まだ言うてもう始まってまだ何時間、8時間ぐらいじゃん。まあもうそんなもんすか。全然もう今日もこれでバラシぐらい塗るじゃん。バラシ、はい、バラしたろか、バラバラにしたろか、体出たら困るから、でもラバさん、うん、でも僕らも大変ですよね。そうそう、どっちか使わないとダメですよ、はい、いいよ寝てそんな清水さん選ばれてもね、そんな反則なんで。でも清水って俺できてるって、これだけ言ったけど。いやいや全然できてない全然ちょっと疲れが止まってますね、うん、全然できてないってことだけは分かる、うん、一番できてる。いやほんまにほんまに清水と俺もうほんま近いね。どのぐらいの距離感におるかっつったら、はい、ルロニケンシンのガトツヤル死神斎藤が、はい、ケンシンの家に行った時に、そのケンシン戻ってきた時に言った言葉が、俺はいつでもやれたでっていう、いつでもやろうと思ってやれたでって日本刀チラッとやりながらやねんそこでケンシンのバーンってやるよね。まさにそれ、いつでも抜いたらいけましたよっていうその距離によるよ全然そんな感じないっすね。あ、基本全国そんな距離やから俺全然、今ジャブ打ったら当てるね、当たるね、この距離何打っても当たりそうだぜっていう、グラップラーバキの例えで言うとね、あその距離におるよね。どうします、飲み物もなしにしますそんな元気ならそんな元気なら飲み物だから死んでばやろ、ルール変えていくなよお前、なんか逆にしていくなよルールをおかしいやろ。水もとりあえずどうすんのお前、俺から見てもらってもなんかお前病気なのお前自分の社長お前さ社長から水も取り上げましょうあんたもおかしいよねねえどうかしいよね。じゃあ、ゆうくんあとよろしく。はい、お疲れ様です。おやすみいや、僕は寝ます。僕は寝ます、おやすみなさい。俺も完全この体寝るだけだダメですよ。いやいやいや、まあまあまあ完全テキサスとかのお母さんが息子を送り出す時のものかから玄関では完全の完全にその病気になるからそれはいいですけど、帰るで。はい、僕はもう帰る。もう帰るで。いやもう帰り。いやダメですよ。エルモ君、エルモ君帰る。エルモ君、まあ見といてや、もうちゃんと。はい、しっかり見といてます。これサングラスとかも見といて、置くの目とかサングラスの奥とか見といてや。誰エル君すぐ買収できるから。いや、そうです。はい、お疲れ様です。そう。買ってきた、おにぎり。はい。おにぎり買ってきた。あ、おにぎり買ってきた。おにぎり買ってきた。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 おにぎり買ってきた。買ってないです、買ってないです。まだ食えないですよ。なんでなんで、いつ、え、もう今日終わりちゃう。いやいや、まだ。清見どこなん次の10時。どっちだまだ、まだ来てない、まだ来て。次の10時。次の10時。そうですね、それ48時間やん。それ言って。初めから言って。それお前48時間やん、それやったらお前。それやったらそれ想定しないとやばいっすね。じゃあルイ君帰ってよ。やった、帰るから、帰るから。はい、そんなやと思ってへんかったわ。えルール、それやと思ってなかったもん。ルールガチガチやな、ルールじゃん。なあ、ガチガチやな、ルール。ガチガチやん。俺そんなんやまんかったわ。俺そんなん最初分かってた、最初やらんかったわ。お前らガチガチやんけ。48時間寝たで。育ち悪い、逆に逆に育ち悪い、お前ら。じゃあエル君お疲れです。はい、お疲れ様です。エル君どこ行くん、帰るん、帰るの。エル君帰るっすよ。帰るの、はい、お疲れ様でした。お疲れっす。はい、うん、うん、気をつけな。どうしたんですか。寝てない。寝て、これ絶対呼んでへんやん。呼んでないでしょこれ。さ、寝てんじゃないっすか。寝てへんやん。びっくりしたな、急に声かけるから。びっくりしたな、急に声かけるから。寝てるやつの言うことでしょ、それ。寝とるやつの声かけるから。寝てへん、見てみろ、お前、ここ。徹底的に睡眠時間を削るとどうなるか。1年が12ヶ月じゃなくて13ヶ月になるんです。寝てへんやろ。見ろ、お前、これを。いや、でも寝てる。寝てへんやろ。絶対寝てた。それ言おうと思ったら、それで開いただけです。寝てへんって。絶対。寝てへんって。ねえ、まだまだ。俺1年13ヶ月あんねんぞ。あー、びっくりした、急に声かける、びっくりした。そう、あーびっくりした。何急に。いやいやいや、何言ってんねん。ほんまにエビデンス残しとかないと寝てないとかそういうの。寝てへんやん。何やねん、髪回してくんのってほしい。密着24時間お前。まあ近いっすね。密着24時間でした。
いや、違います。誰言っても。いやいやほんまに。寝るのなしです、ほんまに。寝たらさすがにないっすもん、それ。全部終わっちゃうんで。寝てへんやん。いや、今寝てましたね、軽く。で、せめて、はい、その、まあ、10秒とかはカウントさせてよ。まあ、10秒ぐらいはね、それ。それな、いくらなんでも。はい。ボクシングでもやな、だいたい10秒カウントあんのにやな。俺はじゃああれか、1秒でも寝たらもう終わりか。1秒でも床ついたら終わりか、終わりですか、このルールは。そんな激しいルールなんですか、ここ。喧嘩ですやん、そんなんやったら。喧嘩やん、そんなん。ルール全然ないやん。喧嘩やん、もうそんな。10秒ぐらい待ってや。バーンって立ち上がったらもうそれを許してや。それはもうファイティングポイントらしいよ。10秒でね。じゃああれですよ。声かけなくて10秒寝たらダメですもん。ん？俺、ほら。わかってな、ほら。やります。やります。やります、やります。やります、やります。オッケー？やります、やります、やります。オッケー？そういうでしょ？そういうでしょ？やります。やります、やります。そういうでしょ？やります。いいゴミっす。はい、オッケーっす。もうええって、ちょっとやつ、どうしようかな。どうしようかな。撮影あるんでね。うん、撮影もあるし。撮る？サブチャンとか撮る？はい、二人で何も撮らないので、エル君帰ったんで。うん、撮ろうか。エル君17時ぐらいですね、出勤。うん？そうか。ああ、危ない。やれるやれる、全然やれる、全然やれるで。全然やれるで、俺今。アロさん、待ってます。もうええって。しんどいって。いやいや、ちょっと。どうすか？ちょっとほんま、しんどいって。キョウミンさんが待ってるんだよ。めっちゃ好きやからな、キョウミン。それ聞いたら全然頑張れるわ。キヨミン以外他のキャバ嬢全員もうレベルが15個下ぐらいやからな。レミさんとかノアさんとかレミレミ全然全然でもまだ先長いっすよ。全然先長い。キヨミンには勝たれへんやろ。まあまあ先長いっす、ね、会いたいな。早く会いたいな。会いたいなってか会えるもんな、とりあえずな。あ、まあ、そうだ。選択肢としてそりゃそうですよ。そういうことですよね。検証ですからね。扉があって、寝室の扉に入ったら、じゃあ、ベッドがあって寝れます。はい。何や、じゃあ撮影部屋やったら、キヨミンがいます、みたいなね。キッチン行ったら、じゃあ、丼があります。っていうことでしょ？そういうことです、そういうことです。お前、そういうことしか言われへんの？おはようございます。え？夕方やぞ、お前。何がおはようございます。夕方じゃん、こっちは。ボケとんか。キッチンのやっぱ頭が回らなくなってた、マジで。ほんまにきついなと思わなくなった。そろそろでも睡眠がやばいんじゃないですか。ほんま睡眠はほんまにずっとやばいわ。ああ、そうなんだ。やっぱそういうもんなんですか。今何が買ってます一番。買ってる？はい。買ってるって何？睡眠どうだから。言ってる意味がわからん。ルールがわからんねんけど、ルール説明しよう。マジでこのルール説明しよう。何回目ですか？オープニングでめっちゃ言ってる。いや、睡眠が一番やで、今。今で睡眠ですよ、やっぱり。今やっぱ来てるわ。もう眠たいわ。ええ感じや。もうやっぱこれはやっぱ睡眠には勝たれんじゃん。まあお腹より全然睡眠っすか。お腹は全然やん。ぶっちゃけ腹減ってるけど。あ一周待ったらちょっとお腹いっぱいになる時もあるじゃないですか。ああ、一周待ってるの分かります。それで言うとお腹は全然やな。へえ。やっぱり全然そのお腹ってぶっちゃけこれ答え言っちゃうと1週間とか食わんでもいけるやん。あ、飲み物さ飲んでれば。うん、マッチョ本気ですわ。はいはいはい。それでも今は睡眠、とにかく睡眠。あ、清水さんより睡眠。ちょっと1回だけ頼むすわ。よし、サングラスあかんな、ほんま。寝てない。お前らカメラ合わせやがサングラスやな。うるさい、うるさい。サングラスむしろご褒美みたいなのがあるんですよね。だから清水さん、なかなかオッケーもらえないですよ。感謝していただきたい。清水でも俺も好きやからな。それは一切言ってます。これだけ言うとことな。いやいやいや。あー。どうした？
腹減りました。うん、腹めっちゃ減ったけど、まあ、やっぱ眠気の方がきついから、もうなんかやっぱ調子悪くなってくるわ、なんかだるい、関節とか痛くなるし、なんかそういうだるさ。マジで風邪薬飲もうかな、そういうだるさ。ちょっとトイレ行く。トイレ。ちょっとトイレ。トイレぐらいやな。まあまあまあ、それはそれは。いやいや言うな。ラファさん遅いですね。ちょっと遅いじゃん。え、ベッド行ってない。いや、さすがにそんなせこいことしないと思います。いや、あれ絶対やりやる。やりやる。ちょ、行ってもいい、ちょ、待って、待って。ちょ、待って。ちょ、トイレおらんて、たぶん。どんなバサなの。ラファさん。あ、あ、病院行ってる。ほら、おるんや。え、これやん。おるやん。目あるやん。うわ、何がやねん。休憩時間やん。休憩時間やん。お越しお越しやるか。休憩時間やん。起きてください。休憩時間やん。やめてやめて、エル君やめて、そんなに乱暴せんで。エル君、エル君乱暴しないで。叩かないで、エル君絶対叩かないで、エル君。ちょっと休憩時間やん。もう起きてください。休憩時間やん。休憩ちゃうんで、だからもうダメですよ、そこ寝えへんなら別に座ってもらったらいいんですから。ソファ行きましょう、ソファ俺が買ったけど一回も使ったことないやつ初めて座るわ、じゃあこれ何のために買ったんかわからないやつ初めて座るわ帽子サングラス取って帽子サングラス初めて座るわ、これえ初めて座る、これああ、そうっすね、うん、これ結構気持ちいいわ疲れた戻りましょうか。もうでも1日経った、もう1日は経ってますね。時間感覚やばいじゃねえか。まだ言うだよもんな、言うてな。え ?7 時ぐらいか。はい。30時間起きてるのかじゃあ。はい。朝までもな、明日の10時までもな、朝の。朝の10時まで。めっちゃきついな、これ。寝えへんのが、俺多分やっぱ寝えへんのが一番きついような気がしてる、今。まあね。不安以上に。ねえ、ですって。エル君、腹なって、腹。俺、お前、ボディはお前、朝からミクロス3人強いってなるぞ。ああ、そうですね。ボディーは強いからな。いやでも誰行って戻りましょう。誰行って、ちょ寝室どうですか、最近できたんですけど、これこのサイズきっちりオーダーで作ったんですよ。おしゃれやん。これめっちゃかっこよくないですか、これ引き出しあってゴムバーカーあって目覚まし2個あるし超かっこよくないですか、これこの寝室ティッシュ箱も埋め込んだんですよ。すごい、やばくないですか、これすごい。寝ないのに何の意味があるんですか。いや俺は寝へんけど、片栗が寝るやん。優しい。あの子よう寝んねん。これいいでしょ、この寝室。いいですね。これエロいでしょ。もうこれいらんかな、どきようかな。そろそろこれいらんかな。よし、これゴミ。ゴミ。はい。ゴミ。底辺 YouTuber と同じ扱いしちゃって。めっちゃいい匂いしてへん。はい。めっちゃいいね、これヒノキのめっちゃいいですね、これ。うん、まあまあまあ。これ。戻りましょう。きついな。ベッドから。じゃあ、よく行こう。はい。絶対汚れはあかん。あー、なに？なに？今日なに？いや、やめて！いや、寝てないですか？俺もう風呂も入らないのか。それはルールになかったぞ。それはルールになかったぞ。全然風呂入っていいっすよ。出ていけよ、ほら、怪しいぐらい。入らないでしょ、いつも。はい、もういつも入らないでしょ。誰がホームレスやねん。風呂ぐらい入らせよ。いや、でも風呂入ってるもん、取らんだめね。変態かも。寝ちゃうでしょ、変態かも。言い方考えろ。風呂入るの取る一応ね。風呂、お前、伸びたか、お前。俺は静かかい。違う。風呂入るの取るって。全然違います。あ、ほか、お前。いや、だからほんまに。取れるわけない、考えてみよ、これで。こんなとこで。もうなんか勘違いしてんのか、お前。え、どういうことですか。AV やなって勘違いしてんかお前。おい、俺の風呂入ると踊るって。お前言うたらこいつに。いや信用してへん。言うたらよ。いいさん、ダメですよ。いやいやいや、まあ、おいでも信用してへんねん、ほんまに。ラオさんもうええって。寝ようとするでしょ、ほんまに。目離しちゃって。してへんって。いやほんまにほんまにほんまに。風呂も入られへんじゃん。目、ずっと言うことも風呂入られへんやん。俺別に入らなくていいじゃないですか、もう。うわぁぁ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 あがあが。あ、いや、風呂入らん、もう言わ。でも、清美さん来てから風呂入ればいいじゃないですか。そんな、準備してやんなって。清美って入るってオプションあり？まあまあ、ありっすよ、だから。し、じゃあ我慢しようか。どうすんねん、こんな時間、朝まで。え、トイレ詰めるみんなで。まあまあ、とりあえず、なんか、トイレ詰める？寝なきゃいいっすよ。
うん、全裸監督見る？リアルで全裸監督やったのかい？やったのかい？え？ラムさん、寝てないですか？何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 ？え？何？え？何？どこ？どこ？誰？誰？まあ、でも48時間そうなるか。ほんまに言っていい？ほんまに、もう、うん、もう、もう言っていい？こんな言っていい？ちょ、もう早くしたいから。まあ、朝の何10時かなんか知らんけど今、もうやっぱり、ね、あれはきつい、睡眠。睡眠。睡眠めっちゃ、ほんまに。もう寝てもいいっすよ。ちょっとだから。睡眠。睡眠。でもこれ用意しました、ラムさん。うわっ、これ見て、ま、これあのうまいやつ、これラムさんめっちゃ好きなのハンバーグ。うーわめっちゃ好きでしょ。めっちゃ腹減ってる、腹減ってる、熱いだな。熱い、立ってるとか今なんか、あちょうど今その周期で全然食いたいけど、いや食っていいっすよ。やっぱ睡眠の方が強いな、まだ。あもう、まあ、寝るなら寝たい、寝るなら寝たいね。もう正直寝たいよな。マジですか。正直寝たいけど、1個だけ切れさせてもらっていい、はい、1個だけ切れさせてもらっていい、はい、今10時やんか、今からなあだこうだやってな、はい、あと性欲も歩こう、はい、ね、どの子に言ってもらって、1時からお前の撮影予定入れてるよ、なんか昼の1時から頭おかしいんか。俺3時間しか寝させんの。もしそれ選んでしてな。そうそう、選んでしてね。頭おかしいんかなって俺は思ったけどね。寝不足、タイムスリーみたいな。そう、確かに寝不足っす。お前が、はい、黙れよ。そうか、次、はい、切りやったからね。そう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 。でもね、これほんまね、ちわし、ほんまのこれネタとしてめっちゃおもんない、視聴者さんの低評価もらうのめっちゃ分かってるけど、はい、ほんまはこのビデオ一体おもろいで、ね。でも、リアルで言うと、やっぱり俺、あの人やったら、正直、我慢してでも、めっちゃおもんないで分かってるけど、ぶっちゃけ性欲やわ。ほんまっすか？いや、いや、え、でもいいっすよ。でもほんまに許可いただいてるんで。やっぱ、きよみん、もう生きてるわけだったでしょ。そう、生きてます、生きてます。生きてるんでしょ。生きてます、生きてます。だから、合わせないようにしますけど、ラオさんには。生きてるんでしょ、今。生きてます、生きてます、生きてます。でも、これほんまめっちゃおもんないし、描写的にもどうかわからんけど、はい、リアルに最後そこだけ終わらせてから寝るわ。終わってから寝ることはできるんですから。終わってから食うこともできるんですから。まあまあまあ、まあ、そうですね。うん。読んでいいっすか、じゃあ。俺は、だから、とりあえず。ほんま、翔さん、ほんまにごめんなさい。やっぱり最終的には、食欲、睡眠欲、性欲、はい、まあ、睡眠欲が一番強いんじゃないか説でしたけど、うん、これ48時間寝ずに食わずに行きましたけど、うん、最終的にやっぱ性欲、めっちゃ眠いでしょ、でも今眠いけど、相手が相手やもん、うん、とりあえずじゃあお呼びしますか。はい、ね、お願いします。いいですか、もうめっちゃ眠いですけど、もう早くしてもらっていいですか。はい、じゃあお願いします。うわ、めっちゃ緊張する、緊張する、めっちゃ緊張する、うわめっちゃ緊張するで、めっちゃ緊張でも、眠いていただいてギュッてして、あんたもほんま好きやねいや逆にいけるね、今やったら逆にいける、今やったら逆にいける、怖い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 、どうしたん結局ちょ、もうやめてや、結局は私やめてや、じゃ結局は私じゃあもうやめてや、ほんまに無理やよじゃあってなんのお前ら、ほんまさ、48時間経ってるからもうほんま、逆に今いけるね、逆にいけるで、ほんまに逆にいけるってのは、その、どういうこと、逆ってこと、対極的ってこと、え、対極で、その態度で黒田やったけへんお願いしてやったらええけど、なんでよ、お願いしてやったらええけど、そんな感じだったらやらへん、なんで、全然やる気ままで来てるけど、今日やる気ままなんでなんでよ、そういうお仕事ってね、そうそうそう、聞いたから、もうほんま、ちょ、待って、もう整理させてや、俺も電話出て、一本ですぐ呼ばれてきたんよ軽いな、太いいやいやいや、ほんまエビナさん聞いて、僕企画で48時間ほんまに寝てないんですよ今、はい、ほんまに飯も食ってへんんですよ、うんうん、で、あの、え、シュッシュ言ったほんまに、お前ちょっと待って、怒る気にもなれへんねんけどでもシュッシュ聞いてます、キヨミンさんでしたっけ、あ、そう、キヨミンさん、キヨミンってエミリーほぼ一緒でしょ、はい、キヨミンさん申し訳ない、申し訳ないけど違う違う、なんでかあれ、ほぼね、そう、それ可愛いの素なんだよ、可愛いの素なんだよ、え、僕全然エミさんと気持ち全然違う、どんぐらい違う、どんぐらい違う、いやもう距離ありますよ、もう表せないですよ、手人間が僕の手では両手では気持ち、いやいやほんまに、いやいやほんまにやめてや、48時間だってそれはほんまにきつないきつい、大体さ、ほんまにどういうつもりで来たんですか、それほんまに、ほんまにやりに来たんですよほんまやりに来た、シュープルにおら入ってきた朝シャンやん、ちょっと今10時で朝風呂入りたいやん、電話来てすぐ、あ、美味しいなと思って声もすごい出てますもん
朝だよね。そうだよ。朝で濃いめちゃう。お前、ほんま、これ、きついて。マジで。だって、清水さんは、どうしたの実際のところ。え、清水さんですか、うん、実際のところ。断られてます。キモいってよな。え、そりゃそうですよ。キモいって。断られてます。ほんまに、もう、面白い。何秒よりも寝てへんから。ほんまにテンション低いもん。マジでめっちゃクマとかすごいもん今。まあすごいですね。ガチ寝てないですよ、はい、あじゃあ行きましょうか。いけへんって言うな。もう寝るよ。もう寝るよ。あ、ベッドループ。いやいや、一人で寝ますよ。ウィズエミリー。一人で寝ますよ、ほんまに。もう全然全然。いやいやいや、ありがたいですよね。言葉がね、困るやめてほんとに。出ないか知らんけど。ありがたいですけどね、ほんまに。ほんまにありがたい話なんですけど、そんな風にね、言ってもらって。でも、あの評判いいですから、動画出てもらえると。嬉しい。そうですね。まあ、なんか変な人連れてこられるよかったわ、逆に。オチが面白くなって。ああ、でも、説は違いましたね。やっぱ性欲でしたね。最終的に、あの、検証の結果ですけど、やっぱ性欲。ちなみにご自身だとどう思われます？ 48 時間僕と同じことさせられて、ほんまにめっちゃタイプな人がおったとして、48時間後。でも、睡眠欲が勝つんじゃないかって説のことやってたんですよ。ああ、そういうことね。そうなんですよ。全然企画理解してないんですよ。それようやるだけで来た。やるだけに来てますから、ほんまに。すごいな、それ。なんか、適当やってくれないんで。やめとけ。やめとけ、お前。すごいですよ。どう思います？でも、睡眠じゃないんですかね。ですよね。いや、でも、そうやで。異常。ラムさん、異常。いや。異常なこと、性欲性は。まあ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 、普段寝ないんでね。備えたから。備えたからね。いや、きついな。まあでも、検証は一応、まあ、性欲っていうことですね。まあ、今回はそうです。はい、今回はそういうこと。いや、俺ね、これ答え性欲やと思うよ、検証。ああ。絶対そうなるって。ああ、もう、そう。そしてるもんね、絶対そうなる。そういうこと。ああ、嫌だ。なんで嫌なの？嫌だ。なんで嫌なのよ。垣間見えるのよね。なんで嫌なのよ。男ラファエルが。垣間見えるのがすごい嫌なのよ。ごめんなさい、男出してごめんなさい。嫌だ。